皆さんこんにちは。いやー、今日がね、6月2日ってことで、これから暑くなる季節。今日はそんな季節にぴったりな、簡単にできて食欲も進む料理、肉味噌そうめんをご紹介していきたいと思います。この肉味噌でめちゃくちゃ美味しいですよ。僕はそれをそうめんと合わせるのが大好きなのでね、今回は満を持してご紹介していきたいと思います。しかも作り方はほっとくだけ、すごく簡単ですから、ぜひ一回お試しください。それでは早速今日のお料理いってみましょう。はい、じゃあお料理って少しでも時間短縮したいので、今日はお料理しながら切っていきます。まずこれお肉、豚ミンチなんですけども、お鍋にドーン、火加減中火で火をつけてやってください。その間に材料切りますよ。玉ねぎはあんまり小さくしちゃダメです。粗みじん、これぐらいですね。エリンギは細かく切っておきましょう。玉ねぎと同じぐらいですかね。エリンギは煮込んでも小さくなりませんから、ここで小さく切っておくのがポイントです。はい、それじゃあ全部お鍋の中に入りましたので、蓋をして蒸気上がるのを待ちましょう。はい、それじゃあお鍋から蒸気上がってきましたので OK です。大沢チャンネルで使ってるね、このロイヤルクイーンっていうお鍋は、鍋底に出っ張りがあってすごく分厚く作られてますからね、一回も混ぜてないですけども、お鍋の底がほら焦げてない。かき混ぜてミンチを潰していきます。これほぐれれば OK です。はい、じゃあお肉がほぐれましたら、もう玉ねぎもね、細かく切ってるので火は十分に入っております。あとこれ最終仕上げに、今日の特製調味料、これね、だいたい家にあるものでできるんですけども、豆板醤だけはね揃えてください。あとこれダダダダダーっと中に入れましたら、あとはかき混ぜたら完成です。片栗粉が入ってますのでね、結構とろみがついてきていい感じになります。しっかりとろみがついてもね、お鍋が焦げるってことはありませんから、安心しておいてください。で、これ混ぜるときにおすすめは、こういうステンレスのやつか、こっちのシリコンスプーンがおすすめです。木べらでするとね、いけるんですけども、色がついちゃってなかなか取れませんので、後で後悔しないためにもね、スプーンがおすすめです。はい、じゃあこれでもう元々火が入っておりますので、味が絡まったら完成です。だいたいここまでね、7、8分でできるはずですから、今日の分量の2倍とかでもいいですよ。たっぷり作って保管しておいてください。じゃあこれ粗熱が取れるまでに、そうめんさっとやっていきましょう。そうめんがこれまたね、簡単だからこの夏大活躍ですよ。今日は3束 150g しますので、お鍋にお水が3カップ 600cc です。そしたらそれを、中火で沸騰させていきましょう。 IH の人はね、強い火加減でもいいですよ。そしたらお湯沸くのなんかあっという間です。ガスの方はね、強火はやめましょうね。あんまり強いと取っ手が溶けちゃいますよ。はい、そしたらお湯が沸いてきました。これそうめんはね、もう瞬間勝負ですから、赤色の帯は外しときましょうね。それじゃあ18センチの口径ね、横幅ぴったりですから、お湯の中に麺を投入です。じゃあここで蓋をしましょう。そしてここで見張ってる。そうめんでね、吹きこぼれたら最悪ですからね。カタカタカタっときたら火を止めます。これでおとなしくなった。ここで嬉しいのがステンレスの本力、熱がねほとんど下がりませんから、このまま火を止めて1分間だけ待ちましたら、もうそうめんねバッチリです。はい、それじゃあ1分経ちましたので、じゃーん、そうめんこんな感じです。これでちゃんと湯がけておりますのでね、安心してください。で、おそうめんってのは塩分がすごい入っておりますので、たっぷりのお湯でやらなかった分だけ、ここでしっかり揉み洗いしておきましょう。で、これ最後このまま食べますから、使うお水は絶対浄水器がいいです。よし、はい、 OK です。はい、じゃあこれで肉味噌そうめんの完成です。はい、それじゃあ今日も美味しくできましたので、いただきます。
うわぁ、絡むねぇ。またうまいものを作ってしまった。こらうまいっすよ。肉味噌の甘さ加減がちょうどいいです。ちょうどいい。今日のこれね、僕はそうめんにかけるのが好きなんですけども、茄子炒めたものにパッとかけても美味しいですし、きゅうりにこれ乗っけて食べるだけでもすごく美味しいですからね、いろんな使い方があります。もちろんただご飯にかけて丼にするだけでも美味しいですし、この夏ね、作っといて絶対損はないですから、大沢チャンネルの肉味噌、ぜひね、お試しください。それでは今日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。